渡さん、はい、なんかまた難しいクイズを用意してもらったということで、嵐イントロのイントロの歌い出しクイズよ、イエーイ。え、どういうこと？ちなみにミュージックスタートの合図とともに出題者が脳内で嵐の曲をスタート。イントロが終わり、歌い出しの一文字目だけを歌い、回答者が何の曲か当てられれば正解となる。激ムズだよねそれで分かったら、うんうん、嵐好きとかいうレベルじゃないよ、それでも。まあ、とりあえずその歌い出しまでのイントロの秒数を忠実に私の脳内の中で再現し、はい、あ、なるほど。その自分の感覚で、そうです、こんぐらい秒数で取ったらあれやなとか、一応ちょっと秒数は測るんですけど、うん、で私がミュージックスタートっつったら、うん、脳内で再生されます、ね、脳内再生されてストップウォッチも再生されます。なるほど、はい、じゃあちょっとまあ分からないんで1曲ちょっとやってみていいですか。そうですね、はい、もう1問目いってしまいますか。いきましょう、いきましょう、はい、お願いします。いってしまいますか、はい。ミュージックスタート。ちめちゃめちゃ楽なの来た。難易度めちゃめちゃ合っとるよ、ね、合っとるよ、合っとるよ、合っとるよ。これすぐ答えちゃっていいんですか。全然いいですよ、これラッキー問題。ラッキーよですよ。回答正解、ありがとうございますね、大衆ありがとう。ちめちゃめちゃ分かりやすいやん。ちだけで言ったんだけど、ち、うん、ちーね。メロディーが入るとね。あー、まあこれはちょっとそれ自信につながるというか、はい、まあラッキーなんですね。ミュージックスタート。この秒数キーキーキーね。あ、これちょっと違うな、ちょっと待って、うん、音程がってこと。音程むずいな。音程も仕方ないよね。キー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 え、これキー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 すごい、すごいクイズやなこれ。自分も合ってるかわからん。もうキーキー脳内で再生されるさせられるとか、伸ばし方がそんぐらいの長さって感じ、うん、その二言目入るまでの伸ばしはそんぐらいかな。もうそこでしか、そこでしかヒント得られんもんな。難しいっすねこれは。ほんとやばいねこれ、うん、ちょっととりあえず全然違うやつよ。オッケーオッケーオッケー、そうヒントもらえたらいい。そう、ほんとほんとに。あの、じゃあ桜咲き。いやもうちょっと無理だわ。残念です。全然違うから、はい、ヒントください。ヒント、はい、まあこれは2012年リリースですね。そう、年代聞けばおのずと絞り込める、あれが頭の中で再生されて、はい、はい、今 CD 入れました、3曲目から流れました。いやあと、まあ多分シングルは多分ないと思う、俺の中で。なんか2012年ということで、違うんだよな、でも言いたくないんやけど、あったき、いやこれ違ったら迷宮入りやな、はい、もう言います、はい、コスモス。ざあ残念なんかい。君の小さな希望にやん。残念、マジかよ。木を七人探したよ今、あさったよ、引き出しの中木一先あってんで、コスモスねんって絶対。いやまだあるんすよ。ヒントください。ポップコーンですよね。はい、そうなのよ、ポップコーンなんだよ。もう近づいてるんですよ。そう、でそのポップコーンの中で探してコスモスやった。わあ、まだポップコーンいかんな。ポップコーンパーティーなんです。ポップコーンパーティーですよね。はい、ごめんなさい、そっちだっても、もうなんか忘れてるんだよ俺。ちょっと僕の中のその曲のイメージというかイントロの入りなんですけど、うん、
最初結構ね、まあなんかしんみりじゃないけどちょっとシリアスに入ってきながらも盛大になっていくみたいな。あーちょっと待って違うわ、あ、間違った、ごめんなさい。やらしいことってこれいいと思う。やらしい、やらしいって言ったらなんかちょっとこう、なんつったんやろ、まあ一応言うか。はい、どうぞ。楽園。残念。違うのかあら、まあ、やらしいっていうのはソロを入れてくるっていう。あー、なるほどね。相葉ちゃんのソロなんですよ。なるほどね。休日で休やん。違うやん。じゃあヒントが入る、すいません。ドラマの主題歌でございます。え、ちょっともシングルってこと？ドラマの主題歌でございます。あー、そういうことか。確かに一つ当てとったすげえな、思い出せる。なるほど、はい、なんでそれだけ飛ばしとったんやろ。どうぞ。 Your Eyes。 正解。あー嬉しくねもう答え言われてるのもんやから、これ合っとる？情けねえわ。合っとるかな？合っとる合っとる。キー？うん、キーだ、うん、なんで俺それ出てこんかってんの？なんででしょうかね。いや、あのね、今のところね、正解しないです、私。これ、正解をくださってるんで。いや、でもカイト当てとるんで。カイトは誰でもわかる。日本全国でわかる。カイト売り上げ1位ですからね、シングルね。でも我々が聞いてもわからんよね。わからん。まあまあ。ミュージックスタート。ヒき長い長いなぁ、過去最長に長いけど長い。きそしてまたき、そうなんですよ。やっぱめちゃめちゃ長いな。多いんですよね。やっぱ何秒ですか、これ。まあ僕の脳内の中で38秒です。えぐ 38?38 ですね。長っ、まあ、ある意味それもヒントという。そうやね。え、木の音程もう一回待って。木も多分自分声でいいからないけど。もっと高いね。多分木。そうそう、そんな感じ。木。いや、多分違うけどいいわ。要するに短い、38秒もないと思うから。カーニバルナイトパート2。残念。うん、分かってる。残念。そう、あのね、38秒ないわ。ヒント。ヒント。うん、2002年。古っ2002年。ということは、はい、はい、はい、頭の中のコンポ、はい、出てきた、はい、CD 入れました。これかな？出ていいですか？長そうだし、木だし。君は少しも悪くない。お？当たったんじゃない？さすがにこれ。正解！おい！ああ、なんかやっとなんかクリーンヒットが来ましたね。来ましたね。ああ。渡るっぽいわ、なんか渡るっぽい素材のなんかそういうとこ出してくるなっていう。確かに長い。長い、うん、結構長い。あ、確かに規模高いね。はい、ちょっと古いから、うん、まだ当てやすかったのではないかなと。まあそのごちゃっとしてないっていうか。確かにね。で今すぐパッと入ってきたの、その、うん、けどで今脳内で再生して、あ、長いな、それなんじゃないみたいな。
金木の車の中でよく流れとったイメージがあったんで、うん、なるほどなるほど、はい、まあ、なんとなく当てれたなと思うのは1問だけです、最後の問題、うん、まあでも実質2問まあそうだね、まあ1問みたいなもんやけど、はい、当ててるらしく終わりで大丈夫ですかはい、終わりでさよなら、さよなら。